和やかな雰囲気が流れているのは9月にオープンした青果店虹屋サンダーベースです。切り盛りしているのは10年以上野菜や果物に関わる仕事をしている片山さん。基本的にはやっぱり鮮度が大事なんで、その日取れたやつとか新しいもので、やっぱり地元に美味しいものがあるんで、メインは地元の野菜。店頭に並ぶ野菜や果物は、ほとんどが無農薬有機栽培などこだわりを持った方法で作られたものなんです。何を作ってるかも大事なんですけど、作り手の思いっていうのが大事だと思ってて、だからまあそういうのを直接話して、その上でお客さんに販売するような形にしてますね。初めてお店に来たお客さんは、有機野菜系が多いんで、それは嬉しいですよね。シャインマスカットが好きなんで買いました。新鮮さが違いますね。ただ買うだけじゃなくって、こう知識も教えていただける、こだわってるのと、その栽培方法とか。人気なのは大人にだけではありません。子どもたちにも大人気。みんなが持っているのは駄菓子です。入れて、まあ、居場所作りというか、自分が子どもの頃大事だったのって、そういう場所でちょっと友達とかと駄菓子一緒に買いに行って当たりが出たとか、一つ楽しみになる拠点っていう風になってくれたらいいかなっていう、安いし、いっぱいあるし、めっちゃ優しい、いい人なんか顔が優しくて、おまけ顔、おまけ、おまけ、おっちゃんに顔が出たみたいな。おまけめっちゃ食える。なるんか、わかんけど、やめろやめろやめろ、お金足らないなったらここで手伝いしな。いいよ、アルバイト。さらに人気なのが、新鮮な果物でその場で作るジュース。グリーンスムージーです。今の季節はバナナ、梨、すだちなど10種類以上のジュースやスムージーが味わえます。野菜や果物ってすごい消費が減ってて、消費を上げたいなっていうのがあって、子供がやっぱ食べてくれることが将来につながるんで、果物は食べへんねんけどジュースは飲むとか、何かきっかけが大事だなと思ってて。栄養満点の出来たてジュースは育ち盛りの子供たちにぴったりです。学校の先生でもない親でもない存在ってやっぱり僕は大事だと思ってて、相談受けたりとか、まあ、いろんなところにかかる架け橋になりたいなっていうので、まあ、虹は、ね、場所選ばずにかかるんで。青果店の新たな形を目指して片山さんの挑戦は続きます。虹屋さん。